ハッピーバースデーソニック・ザ・ヘッジホーグイエーイ。ってことでね、本日、2020年6月23日をもちまして、ソニック・ザ・ヘッジホッグシリーズが生誕29周年を迎えました。昨の宿メンバー一同、心よりお祝い申し上げます。おめでとうソニック。ということでファンアート6月のテーマは毎年恒例、ハッピーバースデーソニック。毎年ありったけの思いを込めて書いております。ということで落から下書きね、構図寝るのに苦労したわ。そんでジョイコのソニバスシーズンにソニックゾーンに至るオーサンとマントもね、修正しながら戦場に入っていきます。いつもよりテンスとね、目の部分も書き込んでいくぜ。オーサンの部分苦労したわ。マントの皮はぶっちゃけ適当です。あと皿持つても書けぬ。でもてケーキな、これもデザインに苦労した。次30周年やからそれも考慮せんといかんからの、そんでも手線に強弱つけるもののわかんないから適当になった。微妙に太いのわかるかな？ろうそくの使い手。下塗りします。そして、29のとこ気に入らなかったので書き直し。公式のソニバスロゴにあるケーキのチョコ部分を参考にしてみた。そんで背景を書くよ。ソニックジェネレーションズのボードみたいなやつ参考にね、星書くの苦労した。そんでソニックに重なる部分消して、結合して強弱つける。で背景の色塗って、ソニックの縁取りをして、レイヤー加工を適当にして、影をスクリーントーンのドットでざっくり描いて。色変更。そして線画とレスにしていって。背景の線画は消す。ハイライトをつけていって。王冠の塗り気に入らなかったんで試行錯誤。バツのやつ参考にしようとしたけどバテつ、こうなった。デザイン変えて、ちょっと白く塗りつぶして、ソニックの壁部分加工パート2。手順こんがらがって第3期こうなった。で、フォント落ち込んで文字位置などなど確認して書いていく。文字も縁取りして、完成。どうですか？この月はいつもいつも本気度最大でかかってるからね。最近はコロナのせいでノベルティ自粛してなしになったけど先は気にしない。いつかソニックの欲しいな。ということでご視聴ありがとうございました。これからも私たちはソニックシリーズを応援しております。次は30周年。早速だけど5年に一度の記念作が楽しみになってきました。作者がソニックシリーズ好きになってから早5年か。